皆さんこんにちは。今日はこちらミスタードーナツで、じゃん、レンデリングを6個買ってきました。よいしょ。じゃん、これ小豆、黒糖、シュガー、グレーズ。うわ、すごいボリューム。びっくりしました。思ったよりもお皿に満タンになってしまいました。ミスドでトレーに乗っけてた時は楽勝なんじゃないかなと思った。お皿に乗ってみると結構なボリュームです。今日はこのポネリング6つ食べられるだけ食べてみたいと思います。一番美味しそうなショコラだけどね。いただきます。うん、おいしいよ。同じ。もちもちした生地が最高です。ショコラかと思ったらこちらポンデエンゼルでした。美味しかったです。次いただくのはポンデリング。ポンデリング甘くて美味しかったです。お次はこちらポンデ黒糖。よいしょ。うん、あ、優しい味が。味もシンプルなポンデリングかもしれません。すごい素材の味が生きたポンデリングです。いつもはミスドに行くと3つ買うんですけれども、結構普通の女子多くは2つ、もしかしたら男性も2つが平均的なのかなと思うんですけれども、ちょっと恥ずかしながら3つ頼んでました。でも今日はここで4つ、5つ、6つ食べられるかな。限界に挑戦、いや余裕かな。いただきます。和風だったので次これポンデ小豆。いや柔らかいんです。これ横に切ってあって一番柔らかそう。持つ時もこれ大変でした。トングで見にくかった。よいしょ。いただきます。うん、たっぷり入ってる。ほら、甘さ控えめの小豆のお味がします。結構4つ目でずっしりと油が胸のあたりでのしかかってきました。うん、いけるかな。じゃあお次はこれポンデシュガー。いただきます。なんかボリューム的にはペシャッとなるので胃袋は大丈夫なんですけど、油感が結構きますね。うん、美味しい。
はい、初めて食べましたけど美味しいです。このフルーティーなのを最後に残してよかったです。良かったのは一番最初に食べたポンデエンゼル、2番目がポンデリング、3番目がポンデストロベリーの、4番目がポンデシュガー、ポンデ小豆、ポンデ黒糖の順番で美味しかったなって思いました。今度は3つぐらいでやっぱりちょうどいいなってことも分かりましたので、今回は大食いポンデリング6個チャレンジしてみてよかったと思います。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。